はい、どうもタンタン札幌店でございます。今日はね、ウーマウクレレご紹介しております。こちらはね、コンサートサイズ UK20SC のブルーですね。はい、スタンダードなシェイプのコンサートサイズで、このカラーリングが独特ですね。ウーマのこの20シリーズは3色展開で、ナチュラル、シースルーブラック、シースルーブルーとあるんですけれども、まあ、その中のシースルーブルーカラーですね。こんな感じの色味で、結構ね、この青み、なんて言うんだろう、すごく青、ブルーがね、鮮やかな感じの塗装なんですけれども、結構この色の感じっていうのは、中のマホガニー材、木のマホガニー材の例えば色の濃さとか色味とか、そういうのによってもね、少しずつこう微妙に色味変わるんですよね。同じ青でも、まあ、そういったので一本一本ね、ちょっとずつ雰囲気が違うのかなという感じがいたします。で、20のシリーズは全てこのスロッテッドヘッド仕様となっております。まあ、なんといってもすごいボリューム感ですよね。しっかりとハイポジションの方まで音出ますよね。ものすごい軽やかな音なんですけど、ボリュームもしっかりとあって、なおかつこうすごく弾きやすいんですよね。弦もね、こうウーマちょっと細めの弦だったりとかで、すごくテンション感が柔らかい、こう抑える感じがね、すごく柔らかく抑えやすいんですよね。通常ね、このスロッテッドヘッドってこの形のヘッドになると、ちょっと角度がつくんですよね。ナットの部分から弦の巻き始めの部分まで、それによってちょっとテンション感を稼げてるはずなんですよ。少し張りをね、強められるなんだけど、それでもなおかつこの柔らかさ、ハイポジションの方まで本当にね、全て抑えやすい、そんな一本かなと思いますんで、このコンサートサイズなんかは本当に、まあ、コード弾くのはもちろんですけれども、あのソロ弾きなんかでも非常に弾きやすいので、最初の一本としてこういう弾きやすいもので練習するっていうのはね、非常に上達につながるんではないかなと思います。はい、ということで、こちらウーマウクレレからUK20SC のブルーですね、シースルーブルーカラーのスタンダードなシェイプのコンサートサイズでございます。はい、じゃあですね、ぜひお問い合わせお待ちしております。それではタンタンでした。